こんにちは、ウェア企画室の出口すま子です。メールでのご質問をお答えさせていただきたいと思います。広島県の匿名希望の男性からのご質問です。最近かぎ針編みを始めました。かぎ針編みの場合、前段のどこを開くかによって高さが変わってきますが、どれくらい変わるかなど詳しく書かれている基礎本がありません。また基礎本は表側のイラストか写真ばかりで、裏がどうなっているのかが分かりません。表側を編んでいるのか裏なのかがよく分からないのですが、詳しく教えていただくことはできないでしょうか、というご質問です。ではまず最初に一つ目のご質問なんですけども、かぎ針の高さのことですね。じゃあそのかぎ針の高さなんですけれど、ちょっとこちらの方でご説明させていただきますと、かぎ針の開い方では側の開い方と頭目を開う開い方があるわけなんです。側の開い方です。長編みです。糸をかけまして、このように長編みを編みます。じゃあ頭目の入れる方法ですね。長い糸をかけます。してこのように目の中に入れて長編みを編みます。じゃあもう一度側の方ですね。このように長編みを編みます。そして今度はもう一つ長編み頭目に入れる方法で、はい、こちらの、それと2つ目のかぎ針の表裏の見分け方というご質問に対しましては、表裏の見分け方はまずかぎ針を編むときに、表側というのは奇数段が基本です。そして裏側が偶数段になっております。編み図としてね、1段目がやる奇数段が表側、偶数段が裏側ということです。これが表側の表情です。そして輪に編んだ場合です。表側をこのように表ばかり輪に編んでると、ぐるぐる表ばっかり編んでるわけです。そして裏の場合はこちらの方の表情になります。違いはどうかと言いますと、表側の方が平らな感じになっております。扁平な感じに見えますね、編み図として。で裏側の方はちょっとポコポコと膨らんでおります。では今日の2つの質問ですね、ご質問の方これで分かっていただけたでしょうか。以上です。ハムユーズテレビ浜中手芸アワー。